ドラマティック・ディズニーシードラマティック・ディズニーシードラマチック・ディズニーシーは2004年9月4日東京ディズニーシー開園3周年の日から10月24日と2005年9月4日同4周年の日から10月2日に t d s で開催されたスペシャルイベントであるイベントのロゴや内容はそれぞれ異なる詳しくは下記参照ドラマティック ディズニーシー2004は t d s 開園3周年の日である2004年9月4日から10月24日にかけて開催された。正式名称はドラマティックディズニーシー2004アット東京ディズニーシー。テーマはアートなディズニー。スタイルはドラマティックディズニーシー2004のエンターテイメントショー。ミニーマウスをはじめとしディズニー映画アラジンの ジャスミン・ヒメや、ピノキオの、ブルー・フェアリー、ファンタジアに登場する、虹の女神アイリスと月の女神ダイアナ、リトル・マーメイドのアリエル、アースラなどで構成される、パレード及び水上ショー。t d s での陸上パレードの開催は2周年の時に行われた、ミッキーのファンタスティックキャラバン以来2回目となるが、ミッキーのファンタスティックキャラバンが、陸上のみであるのに対し、スタイルは、 水上にもフロートや水上オートバイが登場する。また、パレードの進行方向もミッキーのファンタスティックキャラバンとは逆の時計回りの進行となる。オープニングには会場にミッキーマウスと女性ダンサーが乗った船が登場し、ダンスを踊る。ミッキーが今回のショーの紹介を行うとザンビーニー・ブラザース・リストランテとイルスティのステーショナリーの間の坂道からパレードが 見えてくるようになっている。パレードはメディテレーニアンハーバーのピアッツアートポリーのイタリア語でミッキー広場という意味。ホテルミラコスタを抜けた広場を中心となるよう、先頭がポンテベッケオのたもとマクダックスデパートメントストア正面の曲がり角くらいに、最後尾がザンビーニブラザースリストランテ前くらいに停止し、ショーモードに入る。ショーモードが終了すると、 パレードはそのままの方向に進行し、メディテレーニアンハーバーを一周する形で、ザンビーニブラザースリストランテウラテの門から退場する。左から、ユニット名、メインキャラクター、フロートのデザインテーマとなっている様式。各ユニットは2台ずつのフロートで構成されている。ドラマティック、ディズニーシーのために結成された、コンテンポラリーストリングスグループ、カラーによる、ドラマティック、 ディズニーシー2004の開催期間中のみのスペシャルライブ。ディズニーソングやクラシックなどの音楽をシンセサイザーを交えた楽器で演奏する。ドックサイドステージで開催。1日3回公演。天候などの理由による中止もある。白いジャケットスーツに白いパンツスタイルの4人、組女性ユニット。楽器構成はエレクトリックバイオリンに、 エレクトリックベースにこれに打ち込みによるシンセサイザー音が加わる。ステージ上にはグループ名にちなんだカラーの花が生けられていた。演奏される曲目は次のパターンのうちどちらか。A、B は識別のためにつけたもので公表された名称ではない。ドラマティックディズニーシー2004開催期間中の毎週金曜日、土曜日には 様々なミュージシャンが日替わりで登場し、ディズニーソングや、ドラマティック、ディズニーシー、テマソングなどをアレンジして演奏した。1日3回公演。場所は、ドッグサイドステージ。以下は、オータムナイトスペシャルライブに出演したアーティスト。左からアーティスト名、ガイドなどで紹介された歌のジャンル、出演日。キューバ出身のラテンアコースティックグループ、ティッピコオリエンタルによる、 本格ライブ、ロストリバーデルタのユカタンベースキャンプグリル打ち設けられた特設ステージにて開催された。期間中の休園日設定や代替バンドはない。2004年10月22日に t d s 全域が停電し、閉園時間が繰り上がった際にやむを得ず休援したことや豪雨によって休援したことはある。損と呼ばれるキューバ起源の音楽の演奏で、 これを目当てに入園した、サルサファンも少なくはない。演奏目当てのゲストが多い場合、会場内あちこちで立ち上がって踊り出す様が見られた。また、演奏するティピコオリエンタル側も、ゲストが踊るのをぜとし、通い慣れた、あるいは見慣れたゲストに率先して踊るよう勧めることも、あった。最終日最終公演では、集まったゲストの強い希望とティピコオリエンタル側からの、 希望に運営キャスト側が応え、アンコール演奏が実現している。ドラマティック、ディズニーシー2005は t d s 開演4周年の日で、ある2005年9月4日から10月24日にかけて開催された。テーマは、w i s h ー e s Come True。内容も2004年とは一新され、ショーは、リドアイルとウォーターフロントパーク特設ステージの2カ所で行われるようになった。 ミニーのウィッシングリングはメディテレーニアンハーバーにあるリドアイルで行われるショー。過去の架空の伝説にない、ミニーが願いの指輪、ウィッシングリングを壺に投げ入れるセレモニーで投げ入れた指輪によって誕生した各テーマポートの女神がミニーの願いを叶えようとリドアイルに集合。各テーマポートを代表するキャラクターたちも登場。という内容。このショーが開催されている。 期間中は、リド・アイル・ミート・アンド・スマイは休演となる。ウィッシュは、アメリカン・ウォーターフロントにある、ウォーターフロント・パークの特設ステージにて行われる、レビューショー。ストーリーは、ミニーのウィッシング・リングでミニーが壺に投げ入れた指輪の波紋によって、願いの泉が登場。この世の素晴らしさを見せてほしいというミニーに、第一、空、海の女神が歌いかけるという内容。途中、第一、 空、海の女神が登場し、生かを披露する。キャラクターが登場するのは、序盤と終盤のみである。ミニーのウィッシングリングの最後で、各テーマポートへ帰っていった女神たちは、それぞれのテーマポートでグリーティングを開催している。このグリーティングは、アトモスフィアエンターテイメント扱いであり、開催される時間と場所は公開されなかった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。